松下庵といったら今やパネライのイメージ、 M74 ストラップを求めに来店されるお客様が多いです。今回は M74 ストラップが製品化されるもっと前からあったカスタムストラップのご紹介です。今回はオーダーで製作した墨染めクロコダイルカスタムストラップのご紹介になります。実はこのカスタムストラップ、およそ20年前の2005年からお客様の依頼に応じてオーダー制作していました。パネライのストラップもそうですが、同じぐらいロレックス用の台座付きカスタムストラップも制作していたと聞きます。台座付きカスタムストラップの歴史や誕生秘話はまた代表本人から聞きましょう。ポール・ニューマンはレース中に台座付きクロコストラップのロレックスデイトナを装着していたことは有名です。カスタムストラップはそのファッション性だけでなく、時計を汗などの水分から守る機能はもちろん、腕にフィットし時計の移動を最小限に抑える効果もあります。この台座形状は時計を装着した状態でも操作性が損なわれることのないよう計算していろいろな時計に合わせてデザインしています。今回は墨染めクロコダイルでのオーダーになります。サイドのコバは表面の墨染めクロコダイルと同じカラーリングで仕上げました。お客様のロレックスサブマリーナを装着したものになります。満足いただき嬉しい限りです。オーダーありがとうございました。このカスタムストラップの良さを皆様にも知っていただきたいです。ということで、カスタムストラップのアウトレットセールを開催します。片押しではなくオールクロコダイル、オールハンドメイドでこの価格は私はお得だと思います。代表の検品もしっかり通っているものなので品質は保証します。カスタムストラップの魅力がほんの少しでも伝わったら私は嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。